日本東京都世田谷区玉川地域上野毛上野毛は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は上野毛1丁目から上野毛4丁目。郵便番号は158-0093。東京都世田谷区南西部に位置し、玉川地域に属する。北で世田、東で中町、南で野毛、南西で玉川をまたいで、 神奈川県川崎市高津区北見方、諏訪、西で多摩川と隣接する。駅周辺とカンパ八通り沿いに商店街があり、南の多摩津通り沿いが河川敷となっている他は主に住宅地として利用される。東京都都市整備局が2018年に評価した地震に対する調停別の総合危険度では、上野家1丁目から4丁目までいずれも5段階評価の うち相対的に最も安全とされる、ランク1になった。マリコ川と上野下自然公園住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、上野下4の13の17の地点で56万1円、平方メートルとなっている。古く、野げ逃げぬげなげは、崖を意味する言葉。当地が国分寺崖線にあり、その崖の上にあたる地域であることから、 上の毛とされた。上の毛から見て玉川の対岸にあたる神奈川県川崎市高津区には下野毛という地名がある。これは、両者が元は一つの集落であったものが玉川の流路の変遷によって分断された痕跡である。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 町域内に、東京大井町線が通り、上野毛駅が置かれている。上野毛駅より、目黒駅、二子玉川駅、田園調布駅、千歳船橋への路線バスが利用可能である。後藤美術館多摩美術大学上野毛自然公園。ありがとうございます。